Good morning! Good morning! Good morning! Red Stomby! おはらっきー! おはらっきー! てんてん、てるてん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 ! てるすて! どん、てるすて、てんてん! てるすて! てるすて、てんてん! てるすてん!デレツテン、トゥントゥン、ドゥン、デレツテン。あ、デレツテン、トゥントゥン。テンテン、テレデステン、デテンステン。ギリギリ午前。午前はもう昼だぞ。もうモーニングでしょ。おじさんコン。午前は。モーニング。昼まで30分だからOK。午前はモーニングでしょう。朝はモーニングなんですよ。おはらっき。テンテン、テレデステン、ドゥン、デン、テ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 ン。クソ眠いんですけど、皆さんおはようございます。眠さが限界に近づいてきたので配信を始めてみました。どうも川口です。先日はですね、ミリスタ感謝祭見るよね。あ、今日？昨日何してたの？昨日何してたの？今日3時まで待ったんだが。何、君たちは？なんでだよ。あれかい？束縛彼氏かい？え、今日ミリスタ感謝祭寝ねえとじゃねえかよ。何時から？明日じゃないの？やば。こんなことしてる場合じゃねえじゃねえか。寝かしてくれ。あ、本当だ、今日だった。え、5時だって。17時。全然眠れない。全然眠れないんですけど。あの女のとこ行ってたんでしょ。全然眠れないんですけど。もう寝ずに見ろ。いや、寝ない。オールしてさ、こういう声優さんのさ、コンテンツ見たら俺、怒り打ち震えちゃうからダメだよ。怒り打ち震えちゃう。あ、昨日はですね、ちなみに夜11時まで動画編集をして、その後、動画撮ってました。フォトコンになっちゃうな。ミスタードリル。変なタイミングで終わるすんな。ミスタードリル。明日かと思ってた俺。今日なんだ。あ、ばばばばばば。めぐみもももこもジュリアも出るじゃん。やば。このみさんも出るじゃん。やば。絶対見て。絶対に見て、俺。これ。そう、昨日ね、夜11時まで動画編集して。で、ちょっと、僕のね、グループチャンネルの方のね、動画をね、ちょっと撮ろうよ、みたいな話してて。まあ、なんか、友達が朝5時半起きだからって言って、次の日朝5時半起きだから、まあ、11時から、まあ、1時間、2時間ぐらい、軽く、なんか、ゲームでもして、動画撮ろうよって言って、まあ、オンラインのね、ゲームやってたんですよ。友達と、YouTube チャンネル用のね、動画撮ってて。そしたらね、なぜかね、気づいたらね、朝5時だったんだよね。バコライス、この時間とは早いな。朝5時。朝5時までやってた。ゲーム。動画5時間撮っちゃった。本当は1時間ぐらい撮って、まあ20分ぐらいの動画用に1時間ぐらい撮って終わろうって思ってたんだけど、朝5時までやってた。やばめ、やばめ。やばめ、濃いめ、固め。ですんで、昨日は配信できませんでした。普通に楽しんでるな。普通に、配信できませんでした。で、一応裏でシャニとプリはやっときました。ゲームやってる最中に、俺は裏で、カチ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 、無言で、シャニとプリの出入りだけは終わらせました。で、プリコネも一応、新しいマップ、新マップまでは全部、回りましてって感じですかね。デレミリは、デレミリは全く、もうデレステに関してはまだ一度も聞いてすらいません。あれなんとかのステージ衣装聞きてえけど、ちょっと寝た方がいいかな。じゃあこんなことしてる場合じゃないかな。でも俺さっきご飯10時半ぐらいにご飯食べちゃったんだよね。朝ご飯、雨降ってんだけど外。デレステは営業だけ回しとけばいい。俺朝マック行きたすぎて、雨降ってる中、ウーバーイーツのカバン持って朝マック買いに行った。なら
あと1時間はやって。朝マック買いに行った、さっき。寝て、早めに起きて枠取ったらいい。ああ。今寝ると逆流するぞ。逆流するかな。マコ、急に規則正しくどうした。いや、寝てないだけです。朝まで起きてました。あ、今日の頭12マックす時ぎる。超食いたくて、ここマジで。あのね、普段よく夜のマックは食ってたんだけど、朝マック全然最近食ってなくて、もうどうしても朝マックが食べたすぎて、雨びちゃびちゃになりながら俺、あの、ウーバーイーツのリュック持って。バーキンの方がいいよ。ねえんだよ、バーキンが。あったら行くわ、正直、バーキン。でも朝マックに関してはバーキンよりうまいかもしれない。バーキンないでしょ、朝バーキン。だからめっちゃ雨降ってる中、ウーバーイーツのチャリ持って。だ、旗から見たら、この人ウーバーイーツの人なんだな、雨の中ご苦労様ですって思われた可能性もなきにしもあらずだけど、雨の人とか相当だな。そんなことない、俺の私利私欲のためだけに朝マック。ウーバーで頼まないで買いに行っただけ成長してる。いや、そう、あのね、俺が頼みたい商品が、まあマックス600円ぐらいあったのよ、あの普通で頼んだらね、あの店舗で頼んだら。話題にならないモス君かわいそう。それをね、ウーバーイーツで頼んだら1200円かかったの。バカじゃねえかと思って。さすがに、600円と1200円の差、その、チャリで寒い中、雨でびちゃびちゃになって、行く手間を、買うとしても600円は、でかいと思って、買いに行ったわ。ウーバーしてると、食費倍になるよ、マジで。ねえ。ウーバーイーツクソ高いわ。俺、こないだまでウーバーイーツのその何、送料、頼み放題1000円で送料無料パスみたいなの入ってたんだけど、去年まで。あの、ウーバー始めてからやめました。自分で買いに、チャリ買ってからやめました。自分で買いに行けばいいなと思って。マジで倍になるんだ。怖っ。びっくりしたわ。あ、ウーバーってこんな高いんだと思って。今まで簡単に頼んでたけど、そりゃ金もねえわと思って。だ、今までより2倍食えるってことだからね。だからママと結構いっぱい買っちゃったわ、朝マック。で、案の定今、パイと、クレームブリュレパイと、あとあの、なんだっけ、ポテト。ハッシュドポテトが余ってるわ。いっぱい買いすぎて。健康的になってきたね。無駄にハンバーグとか、いっぱい買っ、2個とか3個とか買ったから、食いきれない、いっぱい頑張って食ったけど、結局余っちゃった。お、安いからいいやと思って、めっちゃ買っちゃった。まあまあまあ。残しとけばね、後々食えるんでね。そっか、じゃあ今日起きてる、絶対無理だわ、寝よ、後で。じゃあちょっとプリコエンだけやりますわ。みんなも気になってたでしょ。もう俺ちょっと嫌なの見たんだよね、昨日のデイリーの時点で。バイクから金も変わらず減るし、自転車のカロリーも減るし。そうなんだよね。デレやれ、デレもやりたいけど、正直さ、俺昨日嫌なの見ちゃったんだよね。ニュネカ引いたか。うちのクラメンがみんなバカでさ、デレやってくれ、デレやる、うちのクラメンが全員バカでさ、ニュネカおりゅ、ちょっとやばい、過去最高レベルでアイコンニュネカだらけでくさ、やばいよね。俺も昨日、そのやめろバカ言うな、デイリーだけやろうと思って、クラメンに、クラメンにおりゅ、いいね、いいねしようと思って、いや、クラン見に行ったらみんなバカだった、本当に。でみんなあんだけ持ってたんだ、俺引かなくてよくない？俺能力見てないんだけど、どうだった、強かった？ほぼほぼじゃねえかよ、強い強いことしか書いてない。1月のクラバトはたくさんお湯できそう。おいプリンの誕生日祝い、プリン大しいな、何人いる？あ、でもそんなでもない、同じやつがいっぱい、あ、そんなことね、いっぱいいるわ。あ、魔法版ラビ、あ、ああ、ああ、まあ半分ぐらい。現代遊戯王みたいなテキスト量。半分ぐらい一緒見に行くわ。ああ、これで出すね。前は変えてないぞ。キャラ詳細。かわいいな。読みたくないんだけども、眠くなっちゃう。こんなさ、オールしてる状況でさ。こんな長文の文字読んだら寝ちゃうよ、俺これ読んでる最中に。どうする？寝ちゃったら俺が。魔法攻撃を行う味方全員の魔法攻撃力を大アップさせ、魔法クリティカルを小アップさせる。自分の魔法攻撃力が高いほど、
それぞれの効果量がアップする。え、こんなんクソ強じゃん。さらに魔法攻撃クリティカル時のダメージをショーアップさせ TP 上昇ショー、絶対強いこんな。おい、ゲップすんな。強いことしか書いてない、失礼。強いことしか書いてねえじゃん。ユニオンバーストも絶対当てるわ俺。ジュエル全然ないけど、え、最も魔法効力が高い、相性が抜群なんだよな。味方1キャラの魔法、え、こんなん出していいの。俺絶対強化しないと思ったんだけど。魔法は TP アップの時点で必須。最も魔法効力が高い味方1キャラの魔法攻撃力を大アップさせ、クリティカルダメージ 10% 早ばすぎんか。魔法クリティカルを大アップさせる、え、これダメでしょ絶対。さらに魔法クリティカル時のダメージをショーアップさせ TP を、夜編成に使えってことだからな。これえ、やめないみんな、プリコネ。最も HP が低い味方1キャラの HP を召回復させ、え、回復持ってんのしかも。はあ、え、ちょっとやめようよみんな、プリコネ。もうダメだよこれ、やっちゃいけない。ニャルもう諦めたか。お客さんか誰かがユネか出してっていう川口見たくないってゲン、いかやく。はぁ、引けなかったやつはすでにやめたり。やめようぜこれマジで。もう借りよう、借りるのでいいよな、もうみんな。もう僕の端末にはネネカニューイヤープログラミングされなかったね。かわいそうに。バグ。リーダーのニューネカ出してなんて聞きたくねえよ。あの、あれでな。クラバトでな。わしは石突きてるから引けない。おい、ニューネカ出してくれよーっつって。この後、アニバフェス限定が控えてる。みんな死んだ方がいいんじゃないのこれ。もしかして。ミラーミラーが過ぎるよ。ガチャチケで引けばええんやで。ミラーミラーが天井耐えてる。タケさんか。アニバ前の集金期間かもしれない。153連終わった。まあアニバは無料10連やってくれるからいいべ。今で一番やべえの。天井下から許して。くーロード来いや。ロード、あれプリコネで何パーだっけ星さん。1.5。 OHA おはよう。 1.5 だっけ。 2.5 2.5 か。じゃあ出んじゃん。サイゲはチコットは遊ぶからな。でっふざけんなよマジで。出てこいや。なんだよこれ。わらわら。おいミミちゃん。草。終わった。意味わからん。幸先いいぞ。何がしてんだよ。出てこ。いや草。ミミちゃん、もうダメだな今のは。出て俺がやったーって言って終わりじゃん。終わり、それでいいじゃん。ねねきゃん、単発に地味たのが2回目。単発でいくべ。もうあ、でもダメか。いや、いけるんじゃない。え、単発でいこうぜもう。じゃあすげえな。 2.5 でしょ。いいよ別に。チーシとかどうせ出るでしょ。金ぐらい、1回ぐらい。節約していこうぜ。節約。俺は単発派。単発やな、何事もな。単発の川口いくぜ。え、ロード切ろうかな。ロード切んない。ロード切ろうかな。ちょ、ロード切ろうぜ。いやでも、いや、いいか。演出は、演出引いてから見よう。ロード切るわ。切ろう。ロードあったら面白くねえかな、やっぱり。踏ん張り、本気の踏ん張りを見してやるわ。いくぜ。はっ !8496 だと。切った方が期待はできるよね。何連？何連できる？10、20。30、40、50連ぐらいできる。当たるだろ、50回も単発で引けば。いきます。放送だと、ロードなしの方が面白い。56。つい、うん、あ、違う違う違う。最後とかって、もう掘り尽くした感じ？掘り尽くしてるよ、もう。もう気合い入れすぎた。気合い入れすぎた。全然。全然ダメだ。フライング。気合い入れすぎたわ、ちょっと。頼むぞ。
来てくれよ。ストーリー読んだ。にじろ。バン。よし。一回で力込めすぎだろ。50年できる気がしねえぞこのパワーで。キラ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 。このパワーでゲロ吐いちゃう俺。オールしてるし。おめでとうございます。寝てないのか。寝てない。これあと50回やるとか神回やな。徹夜明けでこれはマジで血管切れそう。血管切れ。もうちょっとクールダウンしていくわ。俺クール川口としてやっていくわ。一桁台で引けたら神やぞ。こんなものか。頭の血管切れるわな。ニュネカなんてこんなものなのだね。クイポチ。キュ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 。何も怖くないさ。甘い考えを捨てな。20連くらいまで行ったらそこから10連回した方がいいと思う。ザックポーク。まあ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 単発ではね、そりゃそうですよ。スカルナデビスカルのデビ夫人。うお、いいねいいねいいね。もう10連回収。もう10連回収してる。いいよ、デビスカルの。やっぱデビ夫人の力を借りればね、こうやってホップステップジャンプができますので、いきます。ホップステップジャンピング。でもさ、大体さ、デビ夫人は金持ってるからな。ロードではさ、入るか入らないか分かるんだよな。確かにこれ跳ねてないな。デビスカルノは香りだった。そうです、ロードで分かるんだよな。ちょっと遅いんだよな。お前単発だったらどうのかな、分かんないけど。ニックニックドンキャ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 。もう切られや一回ぐらい。あ、やばい、マジで頭痛い。やめよう。ちょクールでいくわ。はあ、最初のチケットで星3で宝印は良さげ。クール。くそ。あークール。あークール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 。回し終わるまでに死ぬなよ。クールクール。行くな。ねえ。やるじゃん。飛ばせてここで10連打。バカめ。スキャリー。やばいやばい。ねねかだねねかだ。10枚。よしよしよし。ねねかもクールだからな。4枚目。おお、おめ、たぶんたぶん、おお、いけ。ねえ、あんなばっかり、マジで本当に。ミラーミラー、あんなしか出ねえ。こい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 。ここで引けなかったらもうダメだな。マジであんなしか出ねえんだけど本当に。ファー、なんなの？アンナ、少しこおじさん。マジでアンナしか出ねえ。アンナ、運を使った。アンナ何十枚出るやつする。バカが俺が諦めると思った。お、間違えた。もうアンナが下地まである。行け！可愛い僕。なんでうるせえな。ふざけんじゃねえぞ。一旦納税。隙を見せたのは川口だったな。え、なんで今ユキ喋ったの？え、これってドロップしたら喋るっけ？くそ。なんでユキ喋ったの、あいつ。あいつ何喋りやがってんの？なんかたまにある。怖。川口が好きだから。あいつ何勝手に喋、俺の許可もなく喋りよってからに。可愛い僕がなんだうるせえな。男のくせに。どっかで300個くらい石集めてえな。やばい、勝った、ありがとうみんな、ごめん。はい、神、俺神がね味方してんだよね。プリコネがね俺にやれって言ってる。おい、ごめんなみんな。勝ったな、6枚目な。おめでとうございます。おめでとう。
こう無理だな。おめおめ。あ、ほら、リマが。リマが連れてきてくれるんだよな。おめでとう。すごい。ニコニコニ。ふざけんなマジで。おめでとう。嘘じゃんこのゲーム。パチパチパチ。よかったね。こんなに出んだよ。SSR。ピックアップとは。ありがてえな。こんなに SSR 出んだよ。マジで。何のためのピックアップなんですか。3枚も出て一番引かないピックアップっていうのは。フェス並みに出る。意味ねえよ。ラブライブやったからやな。アイドルという点ではあったら。意味ねえ。そんなのは。もう前が300連で出た3の枚数まで来たな。アグ、イカ略。でも俺天井できないから意味ねえよ。一緒だよ。一緒以下で俺は。天井できねえから。もうあと10連しかできない。300連も集められない。ストーリー見るか。んじゃあ。いやーこれしか見てない。ストーリーが。やめよっかな。トリコね。お、俺の殿見てねえじゃん。ラッキー。やめよっかな、プリコネ。期間内にプリーナ登るか。メインストーリーは。メインストーリーも見たんじゃ、この間見た気がする、確か。プリーナ登る？無理だよ。俺、プリーナだけはもう絶対無理だと思ってるんだ、体が。EX ボスなんか一体しばけばいけそう。寝たらアリーナ配信やるべ。意味ねえのがニューになるなよ。脇舐めんぞ、マジで。いいのか？こんなポーズしてたらよ。はあ？舐めたれ。肩舐めんぞマジで。星6にした。切れてて草。星6、あ、あかりたん星6にしてない。お。そういえば。雪についてだと？ふざけるな。編成みんなで教えればいけそう。脇なめんぞマジで。ふう。いやでもまあ。きちいな。川口ノイジーを送って倒したっけ。何ノイジーを送って、あ、まあルナの。あかりもニャルパ必須級とか言われたりで。まああかりはいいよ。EX 行くか。え、ミクリア。お、全然やってないぞ。クリアパーティーだ。バリーナか登ったの。バリーナ？バリーナ？あ、バリーナ。埋蔵金あんじゃん。登ったよ。これでもね、俺これ持ってないんだけど、水サレン。借りるか。水サレン借りりゃいいべや。結構貯金あるじゃん。水サレン、おー借りようかな。大詰めで L 調べよ。490回 EX はマジで地獄やぞ。マジで。え、なんかでもあれだよね、このパーティー1体目でいけそうやね。参加だもんね、セカンド以降は。お、ぶっ倒してくれ。頑張れ頑張れ。借りない方が後々いいんじゃない。もう借りちゃったよ。遅い。編成はできてたのに、クリアまで70回くらいかかった。遅い。あー、ひよりたんが死ぬを。いや、ひよりたんが死ぬを。音でかくない？なんか俺側の問題？490のフリーエリマだぞ。フリーエリマ？リマ持ってね。どうしよう。490だけ極端に攻略動画少ないの本当だね。でかい。でかいよね。こんなでかかったっけ。いい？でかくてもみんなでかいの好きでしょ。
音量も仲間と一緒なら私たちは負けない。あ、12時になったらあのミスタードリルマンドリルのウミガメのスープ上がるんで、石の梅見てくれ。今作ってない人は親でも殺されたの。お、300だって。500の方が圧倒的に簡単。1,2,3,4,5,6,7,7,3,21。 お、うま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 あああ、うまうま。追加で20連できんじゃん。追加で20連、20連も無理じゃね。10連じゃね。2000だから。ミッションで100個おまけついてくるから実質400個。え、マジでやば。じゃあ C3 C派32。 あ、すげえ。じゃあ追加で20連できる。でも490むずいんでしょ。そんなのやだ。490勝てなくても10連分増えるんです。やだ、490も勝つぞ。今育てよう490のために。今プリユイ育てる。プリユイは育ってないか。デレレステン、デレレン。ナイス、ナイス、アイス。てかなんで育ててない。え、まあ基本的に俺育てんの、クラバトの時に使うってなったら育てるタイプの人間だから。まあ育てない時は育てなくていいかな。コブグレといい今役に立つんごね。え、これ2パ目必要なの。やだ、2パ目。1パで終わるやつがいい。だったっけ。1パで終わるやつがいい。無理か、さすがに。のぞみ？あれ EX って死んでもいいんだっけ？死んでも大丈夫なんだっけ？引き継ぎない？死んでも EX は。じゃあ別に A か。うん。OK。大丈夫。OK。待って、終わってんだけど、のぞみが128レベルなんだけど、なんかのぞみの代用って何？挑発？空か？空かにしようかしら。あ、これ大江戸空かだ、危ねえ。準備完了。ルル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 ル。え、そんな早く死んじゃうの？水サレン。いいの？え、水サレン死んでなかったよな。ルカでもいいのかな。水サレン死んでなかったよね。うわ、騙された。嘘つかれたわ。最悪。ふざけんなよ。借りる水サレンが間違ってたっていうの、私の。それともこれオート、オートって書いてあるよな。あー、騙されたんご、騙されたんご。星の問題。あ、ほんと星読んだ。水サレン47。あー、騙されたんご、騙されたんご。なんで星さんじゃないんご。なんか水サレンの代わりなんとかなんねえかな。普通のサレンでなんとかなりません？普通のサレンでなんとかなりませんか？あ、これ誰？あ、クリサレン。プリコロは？プリコロいない？使われてない？じゃあ使うぜ。無理です。もう早くやらしてごらん。寝みんだよ。寝かしてくれ俺を。見れねえよ。もうすぐ漁ってくるの。お、神がいるね。俺が焦らいいだけなのにな。俺がそれはいいだけなのになぜかやってもらうという最低人間。めっちゃ死ぬ。無理だ。終わった。感謝祭見るつもりなの。見るつもりだよ。
オクトダットが今日何日わ、今日の9時までじゃん。そもそも水さの役割って TPO にばらまきくらいしかわからない。多分そうだよね。ちょっとオクトダットが別の編成探すべ。あとバフ、確かこの回って出た時ムズいって言われてたよね。あ、あ、これ一応ねいけるみたい。3パ目であれらしいけど、3パ目まで行くみたいだけど、3パ目でいけるみたいだから頑張っていただこう。この回出た時ムズいって言われてた。マジで海が見つかな。あ、海が見来た。みんなそっち見ててくれ。俺がもう多分めちゃめちゃ時間かかってあれしたからよ、編集したからよ。チャンネル登録高評価しててくれ。なんか俺動画の効率悪いのかなすげえ時間かかった。え、もうオクタスキッド死にそうじゃん。でも徹夜までする必要あった。まあ徹夜はしてない。徹夜は別の友達と新しいマンドリルの別の動画を撮るために。あ、でも取り巻き倒せてるね。倒せてるわ。あと俺明かりレベルやばいぞ多分。エルルーノは水サボシさん、プッコロアール14個4個、ゆかり、エウ、キヨ、イカ力。いや倒せるか分かんねえぞ。2パ目一瞬で死んだぞ。大丈夫か。3パ目なんだったっけ。ああまあなんか3パ目強そうだからいけそうだな。ありがとう、せっかく見てくれてくれたのにごめんな。これで死んだらやるわ。え、プリンセスストライク強っ。いやありがとう、勝てました。ごめんね。サンキューな。当然の結果だ。あー、ギャルいいな。いいね。ギャルいいな。順調。やったぜ。ギャルに会いてえな。よかったよかった。ありがとう。あん？いや、持ってなんか見たことないな、色。490EX 探した方が良さそう。そうかもね。いや490ないんでしょ、動画少ないんでしょ。はちょい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 。え、俺そんなレベル低く、初音レベル低くね。レベル低かったですね。うちのうちの初音レベル低かったか。なんかレベル上げるのめんどくせえな。今のあれでなんとかならねえのかな。無理だ、初音めっちゃ使うっぽいな。レベル上げるか。クーカ、レイ、クリス、ユカリ、ユイ、ファッションより。ここ年々か引いた。黙れ、帰れ。早く引こう。クーカ俺レベルクソ低いんだけど大丈夫かな。クソ、クーカ、レイ、ウカリ、クリス、ユイのレベルも低いんだけど。え、1パでいけんの？マジで？今来て状況理解してないんだけど、つまり出なかったんですね。まあ、ちゃんとな、
確認してからコメントしような。こういうのは自分で聞く前に自分で調べる努力っていうのをした方がいいんじゃないですか。ゆいちゃん船で上げしないとしに。あ、マジで。死なない可能性にかけてやってみようよ。あ、クーカが死んだわ。先にクーカが死んだを。いや、クーカだけレベル上げてあげよう。クーカタン、どこにいる。お、クーカタン、俺は眠い。いた。いや、おめでとうってコメントあったから出たもんだと思ってたか。イカ略。はあ？川口が引いたかどうじゃなんて知るすべないやろ。あるでしょ。ある程度見ればさ、わかるじゃん。配信を。あれ、なんでこの人今、ルナの塔 EX やってるんだろう。察せるよね。常識的に考えて。今このタイミングでルナの塔の理由はあげません。なんかさっき行けそうだったから。このタイミングでルナの塔の EX やってるってことは、あれ、もしかして川口さん、ネネが引けなかったのかな。あんまりネネカのことについて触れないようにはコメントしようって。頭が回るよね。登りたくなったんじゃないんですか。頭が回るよね、普通ね。そういう風に常識的に考えれば分かることだよね。全部クリアしとくか異例なのかもしれない。常識的に考えていただければ、こんな風に思うこともないと思うんですよ。そう思いませんか、皆さん。やばっ、クリスがえぐい勢いで削られてた。ユイの頻度高、フラワリングヒールの。やば。あ、シャーククリード弱。やばい、雑魚兵が20秒以内に倒せんのか。やばい、これきつくね。俺後ろのパーティークソ手抜いたよ。あ、これ後ろのパーティー手抜かなきゃよかった。あー、ユイが柔らかいのがちょうどよかったね。後ろのパーティー手抜いた。常識的に考えるルナ島出た時点で EX までクリアするんだよ。後ろのパーティー手抜かなきゃよかった。くそくそー、生きて。マイ EX ボスってなるべくクリアしたいぜ。だけどもしかして少数派。少数派で。くそ、ちゃんとやれよかった。適当にちゃんとやるか。適当にちゃんとやるわ。え、ごめん、後のキャラ詰めさせとけばよかった。いや、俺が悪い。どう考えても俺が悪い。今のに関してはマジで誰がどう考えても俺が悪い。100ゼロで俺が悪いわ。あそこまで削れば適当にいけるやろ。食べてきちゃいけるやな。あとだって2体とかあったのか。弱弱すぎ。ワロタなんだが、ネミー、マジで。俺が寝てる間はあのウミガメのスープ見てね。ユイって結構ヒール量少、プッコロでね、コッコロの星6コッコロに比べたらユイってヒール量少ない。もしかすると。その代わりにバフとかがついてるって感じか。宴おば強いな。宴おば強いよな。宴の始まりだ。物理パだからそう見えるだけでは。ああ、そっか。低い代わりに頻度が高い。なるほどね。ヒンドゥースクワットってことか。よし、こっから。お、さっきまでの俺とは大違いだぞ。なめるなよ、あまり。
俺のこと。俺は後半のパーティーもしっかり組んできたんだからな、なめるなよあまり。押し込め、ナイス、ニス、イス、ニス、トゥ、フェ。お腹いっぱいの未来のために。よし、次次、リマいないしニュッコロもいない、無理です。これいけんじゃね。最近プリコネーシ配らないね。ね、配ってないっけ。前の配した気がするけど。ミス、いっす。470ユイサレンブッコロシズルレイユイレビアゲシイカ力。え、一発でいけるってこと。ごめん、めっちゃ調べてくれてんね、ありがとう。優しすぎだよ。そんなに優しくされたら私勘違いしちゃうよ。毎日1500個来ないか確認してるんだけど来る気配ない。優しよ、優しよですわ。しずるかわいい、星ろくしずる、この間作ったんだけど、すげえかわいい星ろくしずる。わかる、A めっちゃかわいい。プリコネなんで続けてられるかっていうと絵柄が好みなんだよね、かなり。早くジータ星ろくって、かわいい、絵柄がすげえ好みだから。敵に回ってわかるリモやマヒルの絶対さ。でもストーリーではすごい雑にパワーアップしてて笑った。あ、そうなんだ、えらいね。みんなプリクエのストーリーって見てんだ。めっちゃ偉くない、みんなプリクエのストーリー見てるとか。あ、エンドオブフェニックス打ってたな。後ろで流してる程度だけど。偉すぎ、滝かて後ろで流れてるって。おしゃれな、おしゃれな、なんかお店の壁の滝かて。おいなあ、あ、ユイタン死んだ。向かいキャラはミル、セブンクラウンズとかの仲良しごくらいは。セブンズクラウンズだからね、強くてごめんね、セブンスクラウンズだからね。よーし、いっす、押し込め、A、いっす、すご、480回、S、S、これで、ん？あかりー、いっす。さてここからが地獄。え、ここも地獄なの？こいつが強えんだ、この変なキモいゴブリンみたいなやつが。前まだクリアしてない。マジで？一緒に頑張ろう。鳩石何個収めんの？わからん。ここも十分エグい、490ほどじゃないけど。まあでも俺にはなんか知らんけどノイジーオークだけ異様に強い。へえ。でも俺にはクリアパがあるから、俺たちにはクリアパがあるから大丈夫。なんなら500回の方が楽。あるよねそういうの。前なんかさ、ゴブリン、ここの川口めっちゃ強かったわ。これ俺なんだ、ゴブリンなんとかみたいなあったよな。あ、これ死んじゃいけないやつ、絶対死んじゃいけないやつだね。なんで死んだの。前もやりたいんやが誰かに待たせてくれ。なんで死んだの。ノイジーオークはクリアパでもきついぞ。クリアパできついってどういうこと。ゴブリンメイスターも強かったな。運ゲーってこと。ユイのわら、ユイのレベルが低いから関係ねえべ。ユイはレベル低くてなんぼだから。ボスのクリティカル運ゲー。あ、そういうこと。じゃあこれでクリアできるまでやるわ。
俺はそういう男だよ。どれだけ時間かけたっていい。クリアできるまでやるんで。それが俺の生き様。先500やれば。ねえ。良いランク12だときついんだけど。回復量は攻撃力に依存するとだけ言っとく。ねえ死ぬんだけど何食らって死んでんのあれ。ずる。ふざけんなマジで。やんなくていいかじゃあ。あ、プイいない。フローにするから。フローでしょ。フローでできないんだったら意味ねえからね。やる意味がない。お兄ちゃん本領よ。なんで死んでんの？リマ出した。いやリマ俺は使えないです。すみません。川口プイいなかったっけ？プイいるよ。作るのがめんどくさいだけ。プイ持ってない人多いのに出たとき弱い言われてたのするよね。ねえ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。秋の専用をあげてんの。れれれれれ秋の専用あげてんじゃない？知らんけど。うん、マックス。いやー、銅来てないからかな。ドッピーグン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 グプイもミズルカも出たときボロクソ言われてたな。終わり来た。これはさすがに来るでしょ。おー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 もうこれ来なかったらやばいよマジで。おー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 このゲームやばいよ。おーおー来ます。はいねー。ほんとやだぺー。どんだけ俺に星さん引かせんのマジで。俺の運使わせないでくんない。ここで天井余計な運引かせないでくんない。使わせないでくんない。PU とはね、5回星ピックアップ外のさ星さんが出たらさ、まだもう許してくんない。それでいいじゃん。それはもう出たってことにしない。え、俺何回出た今。多分5枚ぐらい出てるよね50連中 SSR。4枚か。嘘か。もうなんか俺フェスだわ。ごめんみんな。俺なんか一人でフェスやってるわ。星さん泣いたら3割でネネカだからきつい。俺なんかやばいわ。ネネカ。来たー。いけ。ねえ。勝ったぞー。いやまだあと1枚ある。まだあと1枚ある。クッソ来るやん。編集も6 7 8。いやラスト来いよ。もう来い、もう来い、行くぞ。はい。ねえマジで意味わからねえ本当に。終わり。まだ弾はある。なんなのファー、このゲームのピックアップって。俺どんだけ運こすられんのこのゲームに。マジカスガチャじゃん。意味わからんマジで。やめようかな。キャー。俺やめるよこのゲーム本当に。もううんこ。どういう運だよマジで。やめようかなこのゲーム。6枚 SSR 引いてさ、わら6枚 SSR 引いてピックアップ引けない確率ってどんだけ。みんな調べて。頭いい人理系6枚 SSR 引いてピックアップ引けない確率っていくつよ。
ニノン星6作ればアリーナ登れる。ピックアップ提供割合いくつ？マジムカついてきた。ふざけんなよ。 0.7%。 俺も10枚ぐらいにじれたけどネネカでなかった。マジで言ってんの？もうなんかすげえムカついてきた。期待値的にはもう天井なのでは。グラン爆破か。マジでムカついた今。本当にこのゲームに今イライラした俺は。ただでさえ寝てねえからね、イライラしてるっていうのによ。このゲーム何なんだ本当に。高松、うーん、来い。俺は諦めない。くっ、いけ。まだある。いけ。ねねかのメロディーかっけえな。はい、さよなら。ありがとうございました皆さん。今までお付き合いいただいて。わらわら。無理です、もう。はい。もう無理です。引退。引退です。終了です。ヒン。星さん6枚でネネカ来ない確率は 20%。 はぁ、やめるか。何星さん6枚で終了です。ほぼじゃん、はい、80% 引けるってこと。バコ、また引退ゲーやってんのか。いやマジでやめようかな。ほんとなんかイライラしたわ今のは。あんだけ、何が限定ピックアップだよマジで。ピックアップのピの字もねえじゃねえかよ。ピックアップはさ、もうさ出せよ。星さん来たら1枚目確定は。ピックアップって何？マジでムカつくわ。もう10連引けねえし、やめよっかな。無理だ俺。6枚だよ星さん。寝てから考えて。星さん6枚引いてゼロってやばくない？何考えてんの？諦めない。ぜーくっきゅ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 。虹でないラマダシもフェス並みに出てこれだもんな。星6にのを作ったらアリーナ手伝うよ。きゃっくっはっきゅ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 。星6にの作るか。あムカつく。プリコネの PU は信用してない。マジムカつく。おい使ってねえじゃねえかよ。秋の百何十連したのに。新規来いよせめて新規。やめよっかな。寝よっかな。もうやだな。アリプリ天井すればまだまだ引けるぞ。クリア機の使ってないの受けるな。プリーナは、早く寝よう。プリーナは天井しました。ちなみにピースが足りない。やっぱクリクリス枠になったな。パンだけ言ったのに。わら、こんな興奮した状態で寝れるのか。寝れるよ。もうやだ、本当にやだ、本当に本当にやだ。装備力したらすぐ上がるよ。本当にやだ。装備は多分大体ある。本当にやだ。プリコネやってる連中嘘しか言わない。17時に起きれなさそう。もういいんじゃない、起きなくても。クリア機能は攻撃力は最強レベルだぞ。お正月ネネカって今の魔法パの誰の代わりで入るんや。ぴったり。でもどうせ借りりゃいいんでしょ。借りりゃ特定の条件を達成すると報酬がもらえる。借りりゃいいよな。頑張りましょう。俺の同人誌買ってくれ100冊。式を見せてやろう。俺の同人誌何冊買ってくれればいいんだろう。エヴァズメイじゃないからな。オーブはある。オーブ何があるんだろう。わこらい。どうも。俺のあれ買ってくれ。オーブ233個しかねえや。明かりと、まあ明かりとあれでいいか。何この雨。何この雨。正月ネネカはニャル編成に入るんじゃないの。俺の同人誌買ってください。何冊買ってくれれば天井できる。一冊おいくらなの。600円とか。まとめ買いは安くします。
明かりよりイベの雨だね。あと230連でしょ。で30連で1万円だとして、1、2、3、4、5、6、それ知り合い売ってたわ。7万円、7万円だから1冊500円だとして、500円が10個で5000円、20個で、1万円ってことは、あと70連とかならいいのに。20個が7個、2、7、14、140冊買ってくれれば同人誌お願いします。140冊買ってください。多分そんなに在庫はないけど。なんで同人誌換算してんのよ。同人誌しかねえだろ売れるものが。有名配信者が爆死するのは笑えるけどタコは笑えねえいや俺も笑ってくれよ。俺は笑ってくれねえとよ。よ意味ねえんだよ。運良かったな、なんか知んねえけど水さの代わりになる。やばくない70連で。しかもクソ可愛いんだけど。ねねか。あいつらは金ありそうだ。あらな、70連で星6ってやばくない。こかってるものが重すぎるんだよ。ならない。ホーム人権で強いとか反則ね。かわいい。スケブお待ちしてます。スケブおよび、ブースのブーストぜひ皆様いかがでしょうか。お考えになってみては。寝るか。じゃあちょっと5時まで。え、5時スタート？ミリシタ感謝祭って誰の代わりになるんだ。なんか化け物語の OP っぽい UP。 5時開演？何5時開演って。5時スタートってこと？そう。早いよ5時スタートは。ステージ衣装見ろ。見ねえよ。眠いもんだって。寝ないと俺見れない。ミリシタ感謝祭今日。じゃあ今1時に寝る。ミリスタ10連はいい子引けたか。ミリスタ10連は恵み引けた。まあ自分で普通に起きれんな。石終わったくらいに起きてそう。まあそしたらドンマイだな。正直見たいけど、まあ一応頑張って起きるわ。しれっと引いてたわら。誰かの代わりというより相手によって適性変わるんじゃないの。に、イカ略よくわかんねえけど。感謝祭やるの知らなかったのか。いや明日だと思ってた俺。土曜日だと思わなかった。しかも早い5時からって。コロナ対策で1時間前に中止になんねえかな。ミリオンのイベントみたいにそしたら俺いっぱい寝れるんだけど。水魔法とかにもあり。まあ持っといて損はないかんだよね。で俺が寝てる間に、同人誌が売れてブーストが7万円入る。感謝祭って何？祈るわ。ミリオンのイベントみたいに湧くさ。ライブライブ。結局引かないとわからんのか。つれえな。ライブです。じゃあそんな感じで俺が寝てる間にみんな。バコミラーミラーできたか。うるせえ。マホニャルネネカプリコラの編成に入りそう。俺がこの画面開いてる意味を理解しろ。おやすみ。はい。じゃあまたね。ジュエルカピタピジョン。ぜひおつウミガメのスープ、ミスタードリルマンドリルで楽しんだウミガメのスープ面白いと思うので。おやすみな。ぜひ見ていただければ幸せです。そちら見てください。ミスタードリルマンドリルチャンネルもよかったら登録してください。僕のツイッターから飛べます。以上。今回のクラバトカメだって。おやすみなさい。これからドリマンは隠し撮りめっちゃ気にしそう。ありがとうございました。